80% の俺を見せてやろう。証明写真、顔が 100% 入るように座ってください。泳げないと聞いていたが、まさかここまで泳げないとは思わなかった。最近の泥棒ってすごいよね。静か、お風呂ポケモン、のび太と結婚することをドラえもんによって決められ、それを知った彼女は静かになった。ダダダ、ガガガガ、ドカドカドカ、ダダダ、うるさくて聞こえやしない、今なんて言ったの。ガガガガガガガオガイガー、どんな世界かわからない、怪しまれないようにしないと。ワンニャンモッコつけ耳、このつけ耳をつけるとほら、尻尾も生えて犬猫人間になれるよ。わあ、私は猫にするわ、僕は犬。俺はジャイアン、ノビ、なんだその格好は、そのまま廊下に立ってなさい。逆らうやつはこう。我々は永久に従い続けようではありませんか。はい、紅茶が入ったわよ。お、そこ置いとけや。君の顔なんか二度と見たくない。こっちこそ、我がままのびため、これまでずっと我慢してきたが、今度という今度は。毒。一つしかないトイレからやっと出てきた。トイレに間に合った時の頭の中。太鼓判を押すというのはどういう意味かわかりますか。はい、お、山田くん。あはははは、人物の能力、信頼度、物の物資などについて確実だと保証する意味です。給食で出たスイカを種ごと食った田中の様子がおかしい。和田アキ子、お前もそう思うよな。フランスパンとおかゆセット第32。ソーダくんのパンチはわざとではない、偶然当たってしまったんだ。退場の判定は取り下げてください。まだ言っているのか。君は審判の判定は絶対だ。しかし間違っていることは間違っている。翼くん、これじゃあ審判に偶然当たることもあるかもしれないな。さ、遠藤。遠藤くん家の表札がかっこいい。おっと、178番195番の選手、残り40キロ地点でラストスパートをかけた。正気か。カイロ、加減を知らないタイプ。やだやだ、そんなおっかないこと、僕より先に逃げるな。命。野球しよう。まだやってるのか。あれぽっちの宿題、のろまだな。お前のものは俺のものだ、その宿題かせ。野球しよう。チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。